それをやるトレーニングはどういうオーガナイズ？まず、トレーニングのトレーニングトレトレーニングのトレーニングですか。ではその重要なことを反復して、はい、ゲームに持ち込みたいわけだから、はい、その練習メニューっていうのはどういうものになる？僕が聞いたのは、トレイチはまず前線でのこの動いこのサイドに行ったボールに対して、トレニって、まずはトレイチからトレニって、トレーニング構築はゲームがあってトレニがあってトレイチがあるわけで、トレイチがあるからトレニってなる。トレーニングの流れの話だから、分析から逆算して考えたらゲームの中で起こりうる現象に対してどう切り取ってどうトレーニングに落とし込むかだから、トレイチじゃないんで、トレニなんで重要なの、もしかしたらゲームよりも重要なのがトレニなんで、トレニはですね、トレニーの大事なことは全体のスライドなんでしょ、はい、だそのスライドを起こしうる、反復できる、共通理解を持てるトレーニングは何ですか？